さてこちらのリンクはトリノオリンピックの金メダリスト荒川静香さんをはじめ数々のオリンピック選手を生み出してきた国内有数の名門リンクです。現在は今月末フランスで開かれる世界選手権の代表に選ばれた17歳の羽生結弦選手やたくさんの子どもたちが未来のオリンピック選手を目指し日々練習に励んでいます。その荒川さん、そして羽生選手も来ています。笑顔が見られますね。震災でこのリンクでも壁が崩れるなどの被害が出て閉鎖を余儀なくされました。それでもスケートを愛する皆さんの後押しもあり、この後アイスリンク仙台から子どもたちと先輩スケーターの皆さんが一緒に演技をして被災地に元気を、そして全国に届けます。宮城県仙台市、ここに夢を叶えるための場所アイスリンク仙台がある。たくさんの子どもたちが未来のオリンピック選手を目指して頑張っている。憧れはこのリンクから世界へ羽ばたいた先輩たち。トリノオリンピックの金メダリスト荒川静香もこのリンクで練習した。数々のオリンピック選手を生んだこの場所は日本でも有数の名門。そして現在この場所を拠点に活動しているのが日本フィギュア界期待の新星17歳の羽生結弦。しかし前の東日本大震災、アイスリンク仙台も大きな揺れに襲われた。壁が崩れるなどの被害が出たため閉鎖を余儀なくされた。リンク再開のめども立たない中、アイスリンク仙台にはスケートをやめてしまった子どももいたという。仙台を拠点に練習を続けてきた羽生結弦はあの日リンクの氷の上で地震にあった。自宅は全壊、避難所生活を余儀なくされた。これ撮ったんですよ、寝ながら。こんな感じでした。避難所生活で羽生が見た光景。およそ450人が体育館に身を寄せ、家族4人でおにぎり2つを分け合う日もあったという。やっぱりスケートやりたいなっていう思いはありましたし、だけどそれを口から出せるか、自分の口から出せるかって言ったら絶対出せなかったし、自分だけそんな好きなことばっかりやっちゃダメだと思ったし、あとはやっぱり震災の2ヶ月後、青森で開かれたアイスショーにアイスリンク仙台の子どもたちが招待された。子どもたちの前に先輩羽生結弦が姿を現した。練習拠点を失った彼は日本各地で開かれていたアイスショーに出演、行く先々で練習を続けていた。そしてもう一人の先輩荒川静香の姿も間近で見る金メダリストの技、ショーの合間のこと。みんな早くオープンするために頑張っていきましょう。そして震災から4ヶ月半が経った7月末、アイスリンク仙台はついに再開した。アイスショーで全国各地を回っていた羽生結弦もふるさとへと帰ってきた。出迎えたのは震災直前まで一緒に練習してきた子どもたちの笑顔。久しぶりの仙台の氷、震災前の風景がこの場所によみがえった。リンク再開後羽生結弦は大躍進、世界選手権の代表に選ばれた。